え、隠れんぼしよる時点でぼっちにならんって。隠れろ隠れろ。てか隠れる場所はみんなそれぞれ別の場所の方がいいけんさ。いや、バレるやろ。ほい、ということで今回はこのぼっち回避をやっていきたいと思います。相変わらずのね、相変わらずのグローバルギアさんのぼっち回避どんな感じなんやろ。とりあえずぼっちにならんように頑張ればいいんよね。この子主人公めっちゃ陰気な感じやけど、遊び方いろんな場所をタッチして調べてみよう。よし、あ、とりあえずこれカブトムシ取ってさ、これってすごいやつ、なんかすごいやつみたいな見たことあるような気がしなくもない。で、これ持っとったら人気者になれるんじゃないん。ほら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 、なんか尊敬の眼差し尊敬の眼差し。ぼっち回避、こういうことね。なるほど。要は別になんかその何、自分から仲間に入れてみたいなの言っていかんでも、こうぼっちにならんように仕向ける感じ。昼休みぼっち、つらい、つらいかなつらいかな。別に漫画というか小説とか読みよってもいい気がするけど。給食ぼっち、給食ってぼっちになる？え、ぼっちになるっけ、ならんくない？お弁当ならまだわかるんやけどさ、給食ってみんなで食べん？え、あれか嫌いなものがあっていつまでもそれ食べ終わるまで残されてるっていうパターン。私そんなことね、え、給食残したらダメですっていう担任に当たったことないけんさ、わからんねえけど、やっぱこういうのっておるんやね。これはなんだ、何をどうすればぼっちじゃなくなる。え、トマト、え、食べてる食べてる。普通に食べ終わったけどこれでいいの？飲み込めよ。何、そこで吐くんじゃないだろうね。え、結局ぼっち。いやー、近くまで行ってぼっちの方が辛くない？それならまだ教室におった方がいいよね。なんだ、どうしたらぼっちじゃなくなるの？ん？別になんかゲットできそうなものとかも、ないよ。ボール、あ、取れた、ボール取れた、ネットに入れた、あ、走ってきた、あ、トマト食べてくれた、優しい優しい。あ、そういうことで一緒にサッカーやろうぜって。じゃあ別にあれなんやね、この子はいじめられよるとかそういうわけでも別になくって、ただ単に自分から言っていくのが苦手っていう感じの子ってことか。ステージ3、遠足ぼっち。遠足ぼっちつらい。そしてちょうどいい感じに切り株があるんやね。え、遠足ってさ、中学校以上はあれかもしれんけど、小学生ぐらいまでってさ、あれじゃない、なんか美味しいお菓子、分けれる美味しいお菓子持っとったらなんか人気者になれん？お弁当。もうおかずでもあれなんか、なんかこっち行けるね。お弁当食べ終わっ、なんだ、移動してる。移動しても切り株の上にいる。そこまでして。お弁当。それただ単に食べられただけですけど。怖い怖い怖い。怖い怖い、ぼっち。直接手落とせばいいのに、じゃあ。ねえ。なんで気づかれんようにそっと置く。そんなそっと置かれたお弁当を食べるのも嫌やけど。え、なんだ、どうするんだ。あ、とりあえずお弁当出して。え、待って、悲しい悲しい。トイレ、トイレでお弁当食べるとか言わないでよ。食べてるの？いや、悲しいって。遠足に来てまでそういうの悲しいって。ぼっち。え、こういうのさ、なんか漫画とかで見るけどさ、汚くない？
トイレでご飯食べるの。でも確かにさ、コンビニで働きよったりとかしても、あのコンビニのトイレの中にさ、なんかパンのカスがあったりとか、あとおにぎりのね包みとかあったりするけど、食べてんのここでって思うよね。びっくり。これここで食べたらなんかめちゃくちゃ嫌なやつみたいにならん？これで持ってってあげる？ん？ここからまだ押せばいいのか。声かけないよ、怖いって。あ、気づいた気づいた。この子いい子よね。この子絶対なんかクラスでも中心におるタイプの、しかもいい子の方ね。中心ってなんか2つのタイプおりやん。なんか嫌な感じのガキ大将みたいなのと。ステージ4、遊園ぼっち。遊園ぼっち。めっちゃ悪いやつ。あ、人が持ってるやつまで悪いやつ。お、ウサギ来た。え、はあ、え、中の人消えたけど、中に人なんかいなかったのか。これかぶる？え、違う。え、え、え、着ぐるみを取ったわけじゃなくってまんまってことやね。怖いんですけど。え、ぼっちではなくなったかもしれんけどさ、すげえ悪目立ちする感が。そんな注目されたくなくない？いいのそれで。いいんだ。え、別に普段友達と一緒におったりとかしてもこの状況は嫌ですけど私。ステージ5、ぼっちスケッチ。隣の人を描こう。え、隣の人はどこ行ったの？休み？そもそも一人の班とか？え、そんなんないよね。え、隣の人は去ったの？え、え、自分の顔か見ながら描きよるってことこれ。悲しい。いや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 、だってさ、そういうのって一人余っとるとこって大体さ、じゃあ三人で描こうみたいな感じの流れにならん？誰か気づいてやれよ。え？でもこれさ、ここに置いて書くとするやん。結局ぼっちなんよね、人じゃないし。悲しいよね。この様子周りから見たらめちゃくちゃ悲しいけど。ですよね、ぼっち。それじゃないんよね。え？椅子ゲットできんのか。ねえ、椅子持ってどっか移動しようよ。でももう何？みんな、あ、おったよ女の子。こっちこっちって呼べよ。遅れてきた子かわいい。めっちゃかわいい。お、上手じゃないか。クリア。ねえ、あの女の子が描いたぼっちくん、めちゃくちゃ目がキラキラしてるんだけど、かわいい二人とも。ステージ6、休日ぼっち。休日別にぼっちでもよくない？家やもん。ぼっちが家なら外に出ればいいんだよ。お、これはスマホか？充電しろよ。家にいて充電してないってどういうことだよ。あ、いいね、なんかこれ仕切りがついとる。お、はい、充電してスマホ。早っ、急速充電や。急速すぎる気がするけど。んで、お、なんか来とるよメッセージ。見ろ見ろ、ほら、お、連絡先交換しとるやん。いいね、サッカー。全然よくない？全然リア充やって。クリア。誘ってくれる友達おる時点で全然ね、ぼっちじゃないよ。ステージ7、ぼっちヘア。何ぼっちヘアって、どんな髪型？なんかすでに一つ持っとるけど、でもこれ女の人用よね。こっちじゃない？あ、なんかまだ落ちとる。え、やだこんな奇抜な髪型。あ、なんかここにもあるけど。え、これは？ね、ここにもあるよね。すごく気になるんやけど、関係ないんかな。めくれた。お、
何この写真。でも持っとったってことはこの紙にしてくれっていうことかな。まあね、過去の自分の写真持ってきて、別に芸能人とかの写真見せんといかんわけじゃないもんね。この時のこの髪型と同じようにしてくださいっていう感じ。今と変わらん気がするけど、これで OK？ なんかツヤツヤになっとる。なんかツヤツヤになっとる髪の毛。この女の子も同じグループなんやね。クリアー。なるほどなるほど。いや私もさ、あのこの頃のこの髪型にしたいんですけどみたいなのやりたいんやけどさ、自分の写真見せるのなんか恥ずかしくてやったことないんよね。ステージ8、かくれんぼっち。え、かくれんぼしよる時点でぼっちにならんって。隠れろ隠れろ。てか隠れる場所はみんなそれぞれ別の場所の方がいいけんさ。いやバレるやろ。え、バレない。いやもうなんか石像化してるんですけど。ぼっち、すぐ隣におったのに。え、悲しい悲しい、めっちゃ悲しい。あ、待って、ステージじゃない、リトライ。どんだけ気配消せるんすか。この中に隠れるとか。え、でもこれ怖い。現実でこんなんやったらさ、なんか事件に発展しそうじゃない。そして気づかれない。まあ、そんなとこを注目せんよね。怖い。え、要は、ちゃんとかくれんぼに参加して隠れるけど、見つけてほしいんよね。え、隠れる場所なくない？木？いや見つからんよそんなの。見つからんよ。ぼっち、なんだ、何パターンあるんだ。でも、え、他に隠れるとこなくない？え、怖い、何怖い。背後霊になった。怖い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 。どういう。いやできんって、人間技じゃないんやけど。クリア、クリアの仕方独特すぎやろ。ステージ9、遊園ぼっち2。まあ、なんかぬいぐるみ持ってる子がおる、かわいい。でも同じパターンではないんよねきっと。風船全部割れた。あ、なんかコイン落ちとる。100円。え？ぬいぐるみ。多分100円ここに入れるんじゃないん？ん？違うんかな？ん？ですよね。はい、100円。なになに？なんか見えるの？あ、これゲットするんや。え？ゲットした。一緒に乗った。このぬいぐるみを取り上げる必要はなかったってことかな。え、これで OK？ あ、また注目されてる。じゃあ OK なんすね。あ、まあ、あのぬいぐるみがミスリードやったってことか。あれを持って、なんか、一人で悲しくぬいぐるみ持って回ることになるのが、ぼっちパターンやったってことかな。はい、ステージ10、昼休みぼっちに。え、蜂はちょっと危ないね。てか、だいぶ危ないね。いい、悲しい。何？ハケ？え？え、何？オンオフスイッチがあるんやけど。何このスイッチ？怖い。あ、気配が消せた。え、気配消したけど。何？どうすんのこれで。気配消してからの蜂？え？あ、蜂蜜。あ、なるほど。これで蜂蜜で虫を、あ、ここ開けんといかんのか。
すごい虫を呼び寄せるってこと。あ、また来たよ、あのやつ。これで、はい。おー、なるほどね、そういう感じね。あれが何カブトなんかわからんけど、パッと見た感じから普通のカブトムシじゃないってことはわかる。さっきの子クワガタ肩に乗せとった、すごい。